じゃあユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルーちゃん、ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はい、はい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。もう身元が追われたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。